私は空手を修行しているチェ・ペダルと申します。シアのサタニだ。ここ二条道場は伝統ある立派な道場だと伺っております。どなたかとお手合わせを願いませんでしょうか。道場の方針として外部の者とは試合を禁じておる。貴様が怪我でもしたら。私とお手合わせいただける方はこの防具を着用していれば怪我をする心配はございません。願い申している私は死んでも構いません。池袋の小便の嵐の分際で道場嵐に来るとは。この生意気なやつの鼻をへし折ってやりましょう。よろしくお願い申し上げます。武蔵のような道場破りをチェベダルごときの朝鮮人のガキにしてやられるとは。空手の世界で宮本武蔵みたいな男が出てきた。出てきた。現れましたから。そうそう、皆まで言うな、日本武道会に挑戦状を叩きつけたあの男やろ。日本の正統派の空手なんか、ダンスみたいなもんや。その点わしの空手は盆踊りやぞ。あれアホかお前は。どっちも踊りやないか。その男の名は大山増達。その男がわしの甥っ子じゃ。やめえ一村、お前そればっかりやないか。いやほらばっかり大山に空手を教えたんがこの私です。
かけるぞ。ペダルでしょ。痛い？いや。本当？本当に本当？痛くない。痛いのにどうして、どうして戦うの。全然痛くないってないよ。ほんとあのほんと痛くないって。また行ってしまうの？
最近の大山の行動についてどのようにお考えでしょうか。事実上彼の空手の前に全ての武術流派がやられたのをご存知でしょうか。彼が朝鮮人という理由だけで武道界から差別されているという話もありますが、武道には礼と節、決め事があり、武道とは哲学であり思想、人間のあらゆる断りである。朝鮮人の分際で武蔵の真似をし、日本武道界を地獄にまみれさせた大山のやつ。大山のは武術でも武芸でもなく、ましてや武道でもない。早く排除すべきだったな。では彼の空手は何とすればよろしいので。あれは空手ではなく単なる喧嘩技に過ぎん。大山は低俗な喧嘩屋に過ぎん。自分の最後を知れば自分がいかに卑鮮な存在であったかを知るであろう。
小山さん、サインしてください。どうも。君、運が良かったな。で、이번에진짜로죽을뻔했대이민디자스가少し休ませた方がいいわ。え、누군지얼굴을만나네진짜유명해지긴했는갑네인자길가다칼까지남았고이따아이가니네하고비즈니스하나하자니도장하나차려줄게잘한번해봐라수입은8대2대내8니2걷게하는계약이돼준비사와넌뭐가문제인데出てってください이것은이거웨이커노달고리하나맨날달고리하 あんた一体どういうつもり？おかみさんや旦那様がこのこと知ったら私のお客です。きちんともてなしてください。情が移る前に整理するんだよ。それがお前のため、あの青年のためでもあるんだから。忘れるんじゃないよ。芸者は旦那があって初めて花が咲くんだから。路地の入り口のところでなんだか変な人がこれを渡してくれと。眠れないの？死について考えたことあるか？ううん、別に。戦いの前に身を清めるとき、たとえ死んでも死体は人前にみずぼらしくされたくないと思うよ。戦いの末ボロボロになっても汚れた下着なんか絶対に見せたくない。それで何度も洗うんだ。真の勝負ならどうなろうと構わないと思ってても、怖い。死ぬかと思うと戦って
廃人になって、これっきり陽子に会えなくなると思うと。陽子、迎えが来たよ。ごめん、今から出かけなきゃ。ごめん。いくら？あなたが傷つくのが、死ぬよりも辛い人間がいたとしたらどうする？私は弱虫で怖い。あなたが死ぬんじゃないかって。本当に怖いんだから。あなたは朝鮮人で武道家、二つとも私には辛い。それでも私、芸者辞めようと思ったんだから。何も望まない。元気でこうしてそばにいてくれればいい。怪我しないで、苦しまないで、こうやって約束してよ。約束してよ。もうこれ以上戦わないって。お願い。お願い。お腹すいた？ちょっと
と待ってて。大山さん、電話です。もしもし、준배、어디야、メダル。いってらっしゃい。배달아다음엔요거라가더라差し金か。俺の石だ。
大山は会わないそうです。待っていると伝えていただけませんか。武道会の猛力した年寄り連中ならともかく、小便漏らし相手に龍馬までが刀を振り回すとはな。貴様が真に日本武道会を制覇するためには俺の存在が邪魔じゃないのか。俺とやるか。俺は戦わない。そのせいで人を殺した。それが貴様の弱さだ。いいか、全ての武道の究極の真理は勝利だ。貴様は出てきて俺と戦い、自分自身を証明してみせろ。自分自身を証明するのが貴様の業ならば、数百年の歴史を誇る日本武道会を守るのが俺の業だ。武蔵野で待つ。出ろ。聞こえんのか。釈放だ。正当防衛で無罪判決が出た。龍馬の苦心無題だが、各界代表の諸君とともに奴は最強でなく負け犬だということを証明してやる。それも奴の好む実戦でな。奴を公開処刑する。命を懸けて戦うというんだな。
お母さん。どちら様ですか。あなたのご主人を殺した大山です。人殺し、今度は母ちゃんを殺しに来たのか。私の道義です。もう武道は捨てます。この後シャベルをください。力の限り働きます。お前らやるのか。父ちゃんのいねえお前に何ができんだよ。お前あの山のてっぺんに何があんのか知ってんのかよ。バーカ、お前はてっぺんに行ったことがないだろ。そうだよ、一人じゃ絶対に無理だ。俺たちは父ちゃんが連れて行ってくれんだよ。そうだよ、ほらなんか言えよ。出てらしいが、おい、かわいそうに。
야! 가가 리오마 아들이가 네가 안 나서니까 그놈들이 별짓 다 하고 있다. 난 싸우지 않아. 네 와 자꾸 도망을 치려고하는 긴데 와 도망가려고 와. 네 진짜 모르겠나? 네가 할 일이 뭔지 진짜 모르겠냐고. 記事をすべて読みました。すみません。いえ、新聞記事のたったの数行で真実を語りきれるはずもありません。時が過ぎれば人々の誤解も解けるでしょう。それよりもうちの智也に一つだけしていただきたいことが。どんな？智也のためにも 立派な大人でいてください。 それも日本で最も強い男として。 そうしていただければ、 智也は父親がいなくとも 立派な男として成長できるでしょう。 おっしゃる意味がよく。 行って彼らの挑戦に応じてください。 必ず勝ってください。智也のためにも。あの子が目を覚ます前に出発なさってください。
その程度か。夢を大きく描きすぎたようだな、小僧。貴様、超えるべき山の一つに過ぎん。死んだら死体は。どこだろうと。싸우는 것이 두렵다. 맞는 것이 두렵고 지는 것이 두렵다. 싸우다 죽는 것보다 불구나 패인으로 살아남을까봐 더욱 두렵다. 그럼에도 나는 매번 새로운 강적을 찾아 나선다.
心配。